片町スクランブルナイト、まずは夜の片町紹介のコーナーです。スタジオにはラウンジ茜色のママ高見陽子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ようこそようこそでお願いします。よろしくお願いします、はい、お久しぶりなんですけれども、はい、今日が80回目の配信でして、はい、第8回だから初年度ですよね、はい、にご登場をいただいてお久しぶりでございます。お久しぶりようこそおいでくださいました。再度呼んでいただいて、いや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 、でもその時は実はこのキララのスタジオではなくって前のね、片町ソーシャルメディアスタジオ洋食屋さんの上だったかと思うんですけれども、古かったですよね。そうそうそうすいません、上がっていただいて3階まで上がっていただいて、はい、覚えてらっしゃいます？すごい古いイメージしかなかったです私の記憶では、ね、でも装いも新たになって、はい、ね、新しいロゴなんかも生まれたりしてるんですけれども。あ、そうなんですか。そう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 、そうですね、スタジオの感じも変わって、はい、ママさんはでも変わりない感じですかね。だいぶ変わりました。何、どのあたりが変わってるんですかいろんなものがすいません。いやでもね、今日もお着物素敵で、ね、やっぱりこう片町のラウンジのママさんっていうとこう落ち着いた感じの、はい、品がとてもありますよ ね。お綺麗なのにね、ありがとうございます、うん、お高いんでしょ。お高いです、うん、ちなみに何かこうどういったお着物だったりするんですか今日のは。今日はちょっと寒かったんで、猫柳ってわかりますか。冬に飾ったりするお花なんですけど、うんうん、ほわほわっていうのがついた。 そうです。それで冬用の仕様で、まあ、冬しか着れないんで今思いっきり着てもうしまう準備です。なるほどね。そっか、でも今年は冬がちょっと冬らしくないし。そうなんですよ、だから全然着れてなかったんです、逆にちょうどよかったか。あ、ちょうどよかったね逆にですね、はい、あでもそうか、やっぱりこうね、お着物なんかでもそういった季節感を取り入れたりとか、それは大切ですよね、うんうん、多分他のママさんたちも同じだと思うんですけど、季節感は必要だと思います。うん、お店の装飾なんかでもお花だったりとか。お花はお花屋さんにやってもらってるんですけど、でもやっぱり生花じゃないとみたいな、お客様が言うんです。そうなんです、ね、お金かかるんです、ね、でもそうやってやっぱりこうお店の雰囲気で、はい、ママの雰囲気、あとはお店で働いてらっしゃるその、ね、スタッフさんの雰囲気っていうのもね、こうあると思うんですけれども、改めて茜色、はい、ラウンジ茜色、金劇パシオンビルの6階になりますね、はい、お店の雰囲気っていうとこう一言でご説明ご紹介いただくとどういう感じですか。お店の雰囲気ですか、うん、どっちかというとぶっちゃけ接待に向いてないぐらいみんな コメディアみたいなタイプのそれはママのキャラクター。いや私そんなことないコミックラウンジみたいです。うーん、それだけ働いてらっしゃるスタッフの皆さんも楽しくって明るくって気さくな感じ。どっちかというとそんな感じです。あんまり緊張しないで仕事してますすればいいのにと思うんですけど。いやいやいや、何人くらいの常備6人から7人なんで、でもやっぱり昔に比べて女の子も減って、昔はたくさんやっぱ女の子いたのも事実なんで、でも仕方ないですよね、時代とともに。まあ、そうか。そうですよ。どうして減ってるんですか。やっぱ片町キャバクラに女の子がみんな行っちゃうんでね。キャバクラめちゃめちゃ給料高いんで。ああ、そういうこともあるのか。はい、またほらね、雰囲気としてなんかちょっと敷居を高く感じるような部分もラウンジっていうと。でもキャバクラさんも今方向性変えてきてるから、やっぱり大人っぽい感じでって、高級店とかそうそうそうってなってるんで、見に行くとやっぱ女の子多いなと思うんですよ。見に行くっていうか飲みに行くと、すごい人数と思う。行ったことないんですか。あんまないな。本当ですか。あるよね。言うと怒られるからね。いやもうないな。やっぱそのラウンジとね、そういったまあキャバクラと呼ばれるようなお店と比較するわけではないんですけれども、やっぱりその気遣いの部分だったりとか、仕草の部分だったりとか、ちゃんとやっぱりこう行き届いてるのっていうのはラウンジなんじゃないのかなって僕は思ったりするんです。ありがとうございます。教育というのかな、教養がある方がたくさんいらっしゃる、さすがよ ね。ありがとうございます。ぶっちゃけね、思ったりしませんか、あーもうってあーもうって、あーもうはたくさん思いますよでもいや、実際に勉強しなきゃいけないのは事実ですから、本当はそれをみんながやってないのもいけないというのも、私も反省してます、はい、
もっと勉強しなきゃいけないなと思ってます。うん、はい、あとそうラウンジの皆さんって、うん、なんだろう、話題が豊富。うーん、そうですね、うん、キャバクラのことあんまり言っちゃいけないんですけどですね、やっぱりこうお客さんの側が一生懸命こう話題を探して、この子どんな話が得意なんだろうっていうのを僕なんかだと商売から探しちゃったりするんですけど、うん、ラウンジの お姉様方お嬢様方ってすごくいろんな話題、いろんな引き出しがあるから、うん、お話ししててすごくね楽しい。あ、よかったです、うん、私もラウンジには行ったことあるんですけど、うんうん、キャバクラないんですか。ないんです。行ったら多分スカウトされるから絶対ダメ、スカウトされるから。どうですか、でもラウンジガールとして。あ、もう完璧ですよ、こんな綺麗な子いたら今日からナンバーワン。本当でもラウンジなんて本当に憧れの場所です、私も。一回だけその客として行って、うんうんうん、もう本当に皆様がお話がお上手ですし、まあ、綺麗ですし品もあって、うん、いやどうしたらこんなところで働けるんだろうと思いました。偉いね、ありがとうございます。スカウトとかされるんですか。スカウトは昔よくしてました、うん、でも街角でスカウトするとちょっと怖がられるんです、着物で。で普通の服着ててするのはやっぱり怖がらないんですけど、うん、着物はちょっとなんかんって顔されます。あ、そうなのね、うん、あのパシオなんでバス停にいる女の子をスカウトしちゃったりすると、そっか、女の子いっぱいいそうですもんね。あ、そうそうそう、たまにもうたまに本当に可愛い子いるんですよ。うん、えってこんな感じの顔らしい子が、はい、茜色でこんな子欲しいなっていうのはどういう子ですか。うん、そうですね、やっぱりオールマイティーにいろんなことが喋って特別綺麗でなくてもいいけど、うん、やっぱり皆さんの相手がちゃんとできて、うん、気遣いができる子が欲しいですよね。うん、そう、向き不向きみたいなのもあるんですか。 あります、うん、不向きな子には水商売やめるように言います。ほう、それはあのどの仕事も一緒じゃないですか。うん、うん、なるべく早めに決断をした方が、うん、次のステップに行けるかなって思うんで、うん、向いてないとか例えばお昼働いてみたらっていうことを言います。あ、でもなかなか言って、ね、もらえないよね。いや、向いてるからじゃないですか。人生のアドバイスをいただけるなんて、ある程度ねなんで。そっか、でもね、はい、年齢の話で言っちゃうとあれですけど、ね、ある程度年齢いってくると若い子におせっかい焼きたくなりますよね。なります、なりますよね、なります。自分の若い頃ってもう本当おせっかいだって、ね、ババジジと元だからおせっかい焼きたくなるんですよね。びっくりすることになってます今。うん、おせっかいではないですよ、あの若い人からしたら本当ありがたい言葉だと思いますけどね。多分えっと思ってますよ。でもそういったのがこう言いやすいし、言われても素直に受け止められるようなそういった環境であると、うん、茜色について、ね、そうです ね、そうでありたいです。オープンで風通しがいい、うん、そしてお客さんもやっぱりこう居心地のいい、そうですね、それが一番だと思います。うん、あの居心地のいい、自分の家じゃないですけどお帰りみたいな感じが一番いいかなって、私は理想のお店としての自分のですけど、うんうんうん、そうです。だからクラブは向いてないんで仕方ないです。お帰りってお帰りはもうクラブでは言えない感じじゃないですか。あ、まあまあね、そっか、うん、なんでお帰りの感じがいいかなと思って、うん、お迎えの方ですですね、はい、アットホームな茜色金劇パッション6階でございますけれども、はい、ですかね、じゃあお客さんもじゃあそういった感じの割とただいまって帰ってくるような、どっちかというとそんな人なんです。おはようって入ってきて、うん、何時やって感じなんですけど、仕方ないですけど皆さんそんな感じのが多いですですね、はい、ぜひぜひね気軽にお立ち寄りいただきたい、そんなお店と思いますけれども、システムとかお席 この規模とかちょっとご紹介いただいていいですか。そうですね、はい、カウンターが6席ボックスが、5つ、セット料金、カウンターが6600円のボック、うん、少し変わったんでした、すいません、はい、カウンターが消費税入れて7150円のごめんなさい、ボックスが9350円でした、はい、すいません、うん、はい、80分です。80分間ということですね、はい、一応仕切りもございます。うん、それはまたあのチーフなり私に問い合わせていただければ、はい、はい、お答えします。うん、まあでもあのコメディラウンジっていう話もありましたけれども、はい、割とじゃあその声を潜めてっていう感じではなくて、あ、そういうのないですね、うん、皆さん自由に、どっちかというとひそひそな感じは全然ないです。そうか、カラオケは、はい、ないです。なし、はい、そこはじゃあね
あのお話を重心に、うん、中心でお楽しみいただけるという感じになりますかね。はい、ということでぜひね、もう最近ね、このいろいろとまた春に向かって、はい、またこう装いも新たになっていったりとか、雰囲気も変わったりするところもあるでしょうし、なんかこう近々でキャンペーンだったりとか何かあったりします？そういうこと全然考えてなかった告知ですよね。告知といえば、うちのチーママが独立することかな。ほう、まだ日にち決まってないんですけど、4月以降に独立をすることになると思うんで、またそっちもよろしくお願いします。あら、じゃあそうすると、もうじゃあこう行ってらっしゃいと送り出す感じ、はいはい、寂しくないですか？寂しいんですけどね、うん、それはもううちに12年もいた子なんで、うん、ね、あとは置いてくだけなんでかわいそうなのにまだ若いんですよ、ちまま若いんですけど。そうなんです、うん、だから今回は独立を機に本人も頑張るって言ってるんで、うん、はい、じゃあまたスクランブルナイトにも、あ、そうですよ ね、呼んであげてください、ね、はい、あの茜色イズムを、はい、またね、継承した新しいお店も登場するということで、はい、こちらも楽しみにしたいと思います。じゃあ最後にママからですね、このスクランブルナイトをご覧の皆さんに一言メッセージを、はい、お願いしてもよろしいですか？あちらのカメラです、はい、茜色パッション6階です。よろしかったら立ち寄ってください。よろしくお願いします。あさりしてます、ね、いいですか、はい、いいです、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、この時間はラウンジ茜色のママ高見陽子さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。